はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。元市議会議員タレントのキミちゃんですね。まあ元市議なんですけど、やっぱタレントの方がいいかなと思って、タレントを目指して活動しております。よろしくお願いします。さあ、そんなわけでですね、いろいろ紆余曲折があったんですけど、このタレントになるにはどうしたらいいのか求めてきたんですが、やっぱこう東京に出て勝負しなきゃダメだろうということで、私ですね、2019年7月にですね、なんと東京に進出、まあ、進出って言ってもですね、引っ越してきたんですけど、葛飾区に引っ越してきました。で、いろいろですね、芸能オーディションとかですね、いろいろ応募しようと思っていろいろやってるんですけど、でいろいろさすが東京ですね、いろんなオーディションいっぱいあるんで、どれに応募していいのかなと迷ってたんですが、そんな中ですね、一つ光るものがありまして、川崎実怪獣映画出演者募集というのがありました。あっと僕思いましたね。聞いたことがあるんですよ。なんかイカレスラーとか、なんだっけわかんないけど、ズラデカとか、そういう、なんか聞いたことある。うん。変なやつね。その人が、怪獣映画を撮る。うん、で、募集要項を見たら、70歳ぐらいまで OK で、素人も OK みたいな。事務所所属なしでも。で、あーっと思いまして。僕は事務所入ってないので、なかなか事務所入ってないと出てこない募集とかもあるんで、うん。でもこれは、あ、いけんじゃんと思って。で、しかも、川崎監督とはちょっと若干接点があって、2015年にですね、僕、映画ニート選挙っていうのを撮って、それを公開したんですけど、それの新人監督映画祭第2回。うん、そこに、一応僕、コンペティション作品だったかな、呼ばれたんですよね。応募して。その時に、なんか招待作品だったのが、川崎実監督のアウターマンっていうのがあって、だからこう見たことはないけど、その一緒の映画祭でなんとなくこの出品してるメンバーだっていうのが頭にあったんで、あ、この人はこういうの撮ってる人なんだなっていうのがあったんで、まあ映画見たことないんですけどで今回ですね、この募集を見て、あっと思って、あ、これだったらもしかしたら向こうも知ってるかもしれないじゃないですか。あ、新人監督映画祭の君ねって言われるかもしれない。そこでもチャンスだと思ってですね、僕は応募したんですよ。ニート選挙を取って、新人監督映画祭でも、なんとなくご一緒してましたね、みたいな感じで。それをそのプロフに書いて送ったら、書類が通ったんですね。オーディションします、みたいな、メールが来て、お、やったと思いまして。なかなか書類で落ちる場合もあるじゃないですか。だから、あ、まず書類通って、オーディションさえ、そこに行ければ、もうそこで僕いろいろ、これまで培ってきた、いろいろなことね、歌ったり、演技したり、それはできると思ったんで、そこで一発伝説を作って、お、君撮ろうじゃないかって 言わせてやろうと思っていろいろ練習してたんです。何やろうかな。ジーニーとかね。旦那ってば、まだご自分の手に入れたものの価値を変わったんじゃない。いろいろできるんですけど。今、劇団四季の先生に習ったりしてた。で、いろいろ何やろうかなって思ってた時に、なんと、すごいメールが来たんです。こちら、ででん。最初、オーディションですって言ってたけど、それが、オーディションなし、なくなりました。じゃあ何って聞いたら、出演お願いいたしたく思いますってメールが来て、って思いまして。行けば三大怪獣グルメ、池端道行役で出演をお願いいたしたく お願いしますって書いてあった。ね、撮影9月3日午後、は、ね。出演料5000円かよって思いましたけど。でもここまで来たらもう決まったですよね。やったって、台本と交番表はね、送りますって。もう、
だってここまで来たらもう決定ですよね。で、もうやったーと思って、もう決まったのだと思って、もう他にも言ったんですよ。もう Facebook フレンドとかにも、決まりましたって言ったら、おめでとうおめでとうってめっちゃみんな喜んでて、Facebook フレンドがね。で、まあもう俺ももうスターだよね、みたいに思ってた、思ってた矢先にですよ。なんと、次の連絡メールが来たんですけど、こちらですね。はい、ててん。はい。何ですかこれ。監督から連絡が来て、バラシになります。させてください。みたいな。バラシってなんだって思いまして。僕演劇とかちょっとやってたの。バラシって言ったら舞台のなんか道具を片付けるあれかなって思ったら、いや、もうこの業界用語でこの配役をなくすってことなんですね、これ、ね。と思う。こんなことあんのって思って。もう決まりました。ギャラはこれですって、3日ですって撮影そこまで言ってんのに、急遽こんなバラシみたいな、俺初めて知りまして。で、もうすごいショックを受けたんですけど。で、こんなことあんのってググったら、あるんですね。アメトークで仮バラシ芸人みたいな回があって、僕それ見てないんですけど、まあ、要するに、使い勝手のいい芸人とかをキープしておいて、うん。ね。芸人なんていっぱいいますから、キープしておいて、で、その制作側が、やっぱこの、一番欲しい人が決まったってなったら、このキープしてた人に、すいません、亡くなりましたっていう。これがこの芸能界において、仮バラシっていう現象が、もう多々あるみたい。ね。アメトークでも、小島瑠璃子、有名人らしいですけど、知りませんけど、よくありますみたいに言ってて、あ、そういう若い女の子のね、アイドルっぽい子でもあるっていうことなんだ。まあ、僕今回ですね、東京進出して、初の映画出演が決まったってめちゃめちゃ喜んでたのに、この、あ、すいません、やっぱ、バラシですみたいなの来て、まあ相当落ち込んでるんですけど、まあ、この落ち込みをですね、どう思っていくかですね、を考えたんですけど、結局これが、もし NHK とか、ね、大手民放テレビとか、ね、それから東宝とか松竹とか、それとかビッグなところだったら、僕は喧嘩しません。うん。わかりました、ね。今回はご縁がありませんでした。また頑張りますっていう、そう言いますよね。喧嘩しない。ただ今回はですよ、相手が、この川崎みどれっていう、わけのわからない B 級映画撮ってるやつで、僕ね、一応勉強だと思ってアウターマンっていうのは無料公開されてたんで見たんですけど、全然面白くないの。これで、何、俺は B 級の特撮のトップだみたいなこと言ってんのって思って、いや確かにその特撮の若干リスペクトは感じるんですよ。ウルトラマンレオの真夏龍さんとか出てるから、あーって、その特撮好きな人はちょっと引っかかるんでしょうけど、トータルで見たら全然面白くないの。だから、こんなやつに俺はこんなバラされたのかってですね。で、制作会社もモバコンっていう会社なんですけど、もう全然わからないでしょ。いろいろネットの噂を見ていくと、その、そいつをモバコンやってるのが、元ジョリー・ロジャーのなんとかってやつで、そのジョリー・ロジャーは、もう何、何映画制作界隈でも相当悪い噂で、もう不払いで計画倒産して逃げたみたいな、そいつが今度モバコンに移ってやってるみたいな。元そいつはパル企画みたいなやつで、パル企画のやつをジョリー・ロジャーに引っ張って、ジョリー・ロジャーからモバコン、会社を名前変えてバンバンやって、くだらない映画撮って、不払いしては逃げてるようなやつがやってる会社なんですよ。だからそこで、俺は思いましたね。これは戦争だ。この、川崎ミドルモバコン連合を、ちょっと、やっつけていかないかっていう、そういうところにまで来たんで。だって、あの作品見たら、自分は B 級映画の巨匠ですみたいにやってるけど、もう、つまんないんで、本当に。だから、僕、ウルトラマンレオ見ましたけど、
そっちのね、真夏流さん絡みで見たら、もう全然やっぱ面白い。もう第1話からもう悲壮感が溢れててね。で、霧もみキックみたいな、特訓したりして。で、この諸星さん肩ついてきます。それはいいんだけど。で、そういうの本当にリスペクトしてんのかと思う。してないよね。リスペクトしてたら、真夏流さんはあんな風には使わないんですから。だからやっぱ川崎実は、特撮好きだっつって B 級映画の巨匠みたいに言ってるけど、これやっつけなきゃいけない存在だと僕はこういう結論に達したんで、今回ですね、やっぱこの出演決定からのこの仮ばらしという扱いを受けて、僕は決めました。川崎実とモバコンをやっつけるっていうですね、うん、そういうふうに決めました。さあ、そこでですね、じゃあお前何できんのって言ったら、僕の映画ニート選挙を見てください。これは、面白いです。ある種、映画業界から黙殺されてる部分もあるんですけど、まあ、最高に面白い。もう、僕的には黒沢明、小津安二郎、チャーリー・チャップリン、その他、木下圭介、フランク・キャプラ、あの辺に並んだと思ってて、僕が大好きなね、七人の侍、生きる、東京物語、素晴らしきかな人生、あとチャップリンとか、すべてが入った、しかも B 級だけど笑えて泣ける最高傑作、人生の何たるかも教えてくれる最高傑作が映画ニート選挙なんですよ。で、まずそれをこの配信見て人はそれ見てください。そしてなるほどと、鈴木さん、キミちゃん才能あるよと、一緒に組んで、すごい映画撮ろうぜってやつをちょっと募集します。ワンピースみたいな感じで。俺はすごい映画撮るから。ただ一つ、才能はある。もう脚本も書ける。何でもできる。だけど、ただ一つお金がありませんので。金を持ってこれる人と、映画の撮れる人ね。僕技術的なことはよくわかりません。アングルはこれがいいなとかって思うんですけど、色がどうとかなんかそういう、カメラのあれがとか、そういうね、ライトがどうとか、そこまではわかんないんで、なんとなくこのイメージでこういうの撮りたいなっていうビジョンはあるんで、それを指図するんで、それをわかりましたっつってやってくれる人たち、ね、君たちにもいい思いをさせるんでですね、僕と組んで、ぜひですね、この、うっぷんばらしじゃないけども、まあ、発端はうっぷんばらしですけど、この川崎実るモバコンの連合の、俺とその仮ばらししたことに対する、まあ、恨みが発端ですけども、結局はその、やっつけるじゃなくて、素晴らしいのを作っていこうっていう目標に今消化させましたんで、ぜひですね、この、僕のビジョンに共感する人はですね、連絡をいただきたいですね。出資者なり、いろいろ映画界隈の人なり、役者でもいいんでね。で、まず条件が、とにかく映画ニート選挙を見てください。Amazon プライムビデオに出てるんで。で、これを見て、なるほどと。この人なら、すごいのを撮れると。この人と一緒にやりたいっていう、そのハートですね。熱いハート。それを持った人を募集するんで、ぜひですね、応募してきてください。そして、一言言いたい。待ってろ！川崎実るモバコン連合名、お前らの映画を超える映画を撮って、やっつけてやる！じゃあな、首を洗って待っていろ。その前に仲間は募集です。よろしくお願いします。バイバーイ。